皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。総合診療ブラザーズ小澤ひひろです。松本智弘です。今回はですね、原田拓先生を迎えして臨床推論基本の木、今回は頭痛編をお届けします。頭痛です。ちょっと上げていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今日のあれですよね、研修医もいつものメンツですね、小原先生と府中先生ですね。はい、お願いします。お願いします。頭痛なんで、やっぱクリティカルをどう除外するかの話になるのをメインにしようかなと思っていてですね、で、最初丸一が、CT の適用とか、どういう時に二次性頭痛を疑うかみたいなのが最初ですね。で、丸二がパッドで殴られたような頭痛の人が、救急車で来て CT 取って、SH でしたみたいな、そういうのは、極論スピードの差はあると、多分みんなそんな診断に関してはそんなに苦戦しないんじゃないかなと思うんですけども、CT が陰性の時にですね、どうするかっていう、そこの方がむしろ大事なんじゃないかなと思っていて、CT ネガの時に、どう動くかみたいな、丸さんが、二次性は除外したっぽいけど、じゃあどうするみたいな、ごめんなさい、なんかぼんやりしてるんですけど、ちょっとそういうのを考えていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。どういう時にいわゆる二次性頭痛を疑うかとか、どういう時に CT を取るかとか、はい、ロレキのオンセット突然発症とか、繰り返す嘔吐があったりだとか、血圧が高く出てきているとか、普段血圧が普通の人が高血圧の、そういう当該内傭兵をこう疑うような時、頭痛持ちの人とかでも人生最大の痛みが来てるみたいなのは、頭の中探しに行っていいのかなって。いやー、いいですね、さすが、いいですね、仕上がってますね、ありがとうございます。府中先生、なんか補足したりとか、私はこういう人も疑ってますとか、そういうのあったりしますか？今救急外来で研修していて、 D の異常って言われるような GCS とか瞳孔所見とか神経所見は意識して確認するようにしてます。ありがとうございます。そうですね、診察大事ですよね、初期評価で大事で、そうですね、急性頭痛の二次性かどうかとか CT 取る取らないとかの話の時に何個かキーワードがあってですね、1個がおすすめしてるのがスヌープっていうところで、SSNOOP みたいなものがあってですね、これ通りやるのがいいかっていうのはまた議論があるんですけど、一応アメリカ救急学会の ACP っていうところの、なんだかな、ガイドラインかなんかだと一応推奨されていて、1個目の S がシステミックシンプトムみたいな感じで、発熱とかですね、そういう要は髄膜系のことだと思うんですけども、全身症状を疑うような兆候があれば二次性を考えましょうっていうのと、2個目がシステミックディジーズで、要は HIV と悪性腫瘍ですね、こういうベースに基礎疾患がある人の新規の急性発症の頭痛は当該内容考えましょうと。で、 N が市長先生がおっしゃってニューロジカルデフィジットって、神経学的な所見があれば、 B の OOP がさっき野原先生が言ったところに該当するんですけども、オンセット、エイジ、なんか40歳以上の初発の頭痛であれば二次性疑いましょうっていうのと、2個目の O が突然発症、アダプトオンセットかな、ちょっと詳しいスペル忘れましたけど、突然発症ですね、サドオンセットの頭痛であれば二次性疑いましょうと。で、最後の P が、パターンチェンジですね、頭痛持ちの人が、いつもと違うっていうふうに話で来られたら、それは二次性疑いましょうっていう、一応このスヌープっていうのと、あと CT スキャンの適用に関しては、やっぱ CT を取るのって一番は SH の除外だと思うんですよね。SH があるかないか。それに関しては、最近推奨されているのは、オタワ SH ルールって言っても、オタワいろんなルールがあると思うんですけども、オタワ SH ルールっていうのがあって、40歳未満かとかですね、頸部の回線異常があるかとか、6個ぐらいの項目があって、それが全部なければ CT はないですし、1個でも該当する。言い換えると40歳以上は取んなきゃいけなくなるんですけど、言い換えると6個の項目で1つもあれば、一応取っておきましょうという、この2、オタ SH ルールというのが一応その PR での初期評価に、結構推奨度が高いんですね。ガイドラインとかマニュアルとか論文通りに
毎回毎回やるかってまた別の話だと思うんですけど、まあ、このスヌープとオタは SH ルール、この2つは、知っておいて、損がないんじゃないかなっていうふうに、個人的には思っております。小沢先生ですかね。ちょっと行くんですけども、まあ SH って言ったら、まあ、基本的に CT で診断しますよね。単純 CT で。 CT の弱点とか聞いたことあります？本当に自分がそれを見つけられるのかっていうのは、あー、それもすごいいい話ですよね。はい、思ってはいるのと、あとはなんか必ずしもなんか典型的になんかダビデサインみたいな感じで出ることなくて、そうです、ね、ちょろっとっていうこともあったりとか。あ、そうですよね。これ怖いなって。いやー、最高ですね。もう聞きたいことをそのまま答えてくれる、ね、最高です。で、松本先生、なんか今ので、こういう時 CT が弱いとか、こういう SH の所見は見逃しやすいとか、なんか聞いたことあります？見逃しやすいとすれば、あとは貧血とかですかね。貧血がある時はやっぱりその鉄の濃度が低くなっちゃうんで、まあ、映りづらい、見えづらい場所っていうと、シレビウスじゃないやとか、さすがです。とか、まあ、その辺ですね、側頭、頭のあたりとか、それとかよく見てるようにします。いつもそこで引っかかってますね。さすがです。ありがとうございます。いや、さすが、仕上がってますね、みんな。すみません、まあ、個人的にはその診断プロセスとか診断エラーに興味があって、まあ、いろいろやってるんですけど、まあ H まあ、SH の見逃すパターンっていうのが、まあ、一応、まあ、ちょっと2000年ぐらいの文献だと3つに対分されていて、まあ、1個が、まあ、SH の臨床像を理解してなくて、CT を取らない。要するに、これはロキソニンで良くなったからいいやとかですね、強い頭痛じゃないからいいやとか。突然発症じゃないからいいやとかですね、まあ、なんか単一の情報だけでちょっとあまり確定的な情報で CT を取らないことによって見逃すですね。丸1が CT を取らないですね。で、丸2が CT の解釈がわからないって言って、まあ、今みたいなんですね、こういうところの出血は見逃しやすいとかですね。で、あとはちょっとまた話すの CT の感度の話とか、こういうのを正しく理解してないことによって見逃してしまうと。で、3個目が腰椎選手をしないと。まあ、これに関してはこの20年でだいぶ変わったので、いろいろ議論が分かれるところなんですけど、一応この3パターンって言われてるんですね。CT を取る取らないに関しては、まあ、個人的にはまあ一応オタは SH ルールをしっかり例外とか、この人はまあいいやとか、そういうことさえしなければ、まあ、基本的に CT 撮像というところにはたどり着けるのかなというふうに個人的には思ってます。で、CT の弱点の方の話になるんですけども、ヘマトクリット30未満とかですね、貧血があったりすると出にくい、これも言われてます。で、あとすごく大事な要素がですね、発症して何時間以内の CT かっていうのがすごく大事で、6時間以内か6時間以降かっていうところで、すごく話が分かれてしまいます。要するに6時間以内の CT スキャンであれば、まあ、一般的に感度はまあ 100% でしょうと。第3世代以降の CT スキャンであれば、発症6時間以内の SH であれば CT100% 引っ掛けられるでしょうというふうに言われてます。で、逆に言うと、2日前の頭痛とかで来られた方に CT スキャンを取って陰性といって SH が除外できるかというと、そうではないので、 CT がネガの時にどう考えるかっていうところにつながるかなというふうに思ってます。なので6時間か6時間以降なのかっていうのはすごい個人的には大事かなっていうのを、思っています。あと、CT は撮ったけど見逃す、まあ、深夜見るときは必ず3週は頭部 CT 見るようにしてるんですけど、場所としては松本先生がおっしゃったところですね、シルビウス手術の左右差ですね、微妙なシルビウスの左右差が唯一の SH の所見っていうこともあったりとかですね。あとは今日ですね、脳幹の今日の付近に特に非動脈性の SH が多いんですけど、あそこだけちょろっと出血してるっていうのがあるんですよね。これも、まあ、要はシルビウスだけ頑張って見てると脳幹のような SH 見逃すんで、もうこれは必ず全部ルーチンで見なきゃいけない。で、3個目が大脳カマですね。大脳カマの前面だけが微妙に白いみたいな、そういう3パターンがあって、この3つのパターンは、まあ、意識しておかないと SH が CT で映ってたとしても見逃してしまうというふうに言われているというので、まあ、個人的には CT を取る取らないは、まあ、オタ SH ルールを使いましょうと。で、 CT を取ったら脳幹とシルビウスの作用差と、まあ、大脳カマ、まあ、他にも下垂体とは必ずルーチンでチェックする場所あるんですけど、 SH の見逃しに関しては、
その参加者を必ずチェックしましょうと。CT がネガの時に、この人は、まあ、そもそも CT 前の話ですけど、発症6時間以内なのか、そうではないのか、CT がネガの時に、どこまで患部診断を考えるかっていうのが、すごい大事なんじゃないかなというふうに思ってます。CT 一つでですね、結構いろんなピットホールがあってですね、なかなか難しいんですよね。CT を取りに行く時っていうのは、SH の臨床の中に当てはまるものがあったら、まあ、このオタワ CT ルールで引っかかったら基本的にというか取りに行くっていうふうに思っていていいんですね。そうです、まあ、ちょっといろんなそれを見ているので、まあ、ちょっとその経験に、経験にすごいバイアスされてる話にはなるんですけども、 CT は腹痛に対する CT は僕なるべくネガティブ CT スキャンって僕すごい嫌うんですよね。腹痛に対して CT 取って何もなかったらそれはそもそも本当に必要だったのかってすごいもうかなり萎える感じになっていて、まあ、ネガティブ CT スキャンはなるべく僕避けるように診療してるんですけども、頭痛に関してはもうそれはあまり考えないのがやっぱいいかなっていうふうに思ってまして、基本的にはルールに準じてやっぱりですねいろんな SH を見てしまっているので、この人は大丈夫とかやるとそういう時限って変なことが起きるので、個人的にはオタワ SH ルールに基づいてやった方がいいのかなっていうふうに思います。まあ、あとはその被爆の話に関しては基本的に頭部であれば、まあ、15歳以上かな、確か15か20歳ぐらい、まあ、古い文献なんですけど、まあ、15か20ぐらいからですね、CT 関連 の、 有害事象っていうのは頭部に関してはものすごい頻度が一気に下がるので、まあ、被爆のリスクに関してはそんなに、腹部とは全然話が変わるのでやんなくていいのかなっていうのと、まあ、やっぱニューグランドの SH の文献でも書かれてるんですけど、まあ、ナフィップしないで CT 取らないから見逃すんだって、まあ、やっぱどこにも書いてあるんで、すごい機械的にやった方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。なんで、まあ、診察して話聞いて出ないでしょうと思ってもやはり取るというのが、まあ、個人的には必要なのかなと思っています。この辺はちょっとあれですね、小沢先生とか松本先生の意見も聞いてみたいです。取らざるを得ないなって、でもない証明って本当に大丈夫かな、毒影結果見てやっと安心するみたいな、まあ、うちだと放射線科にすごい聞きやすいのでどうでしたとかって、あ、いいですね、フィードバックもらったりとかっていうのは、はい、まあ、今でもちょっと聞きに行くこと多いですし、いやそれ大事ですよ、もう放射線科医のところに気になったらフェイストゥフェイスで聞くってすごい大事だと思ってるんで、いやもうさすがです。